こんにちは、スタイリストの小山俊です。今回の動画なんですが、50代の大人世代に似合う初夏の服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルの中でも最近はですね、50代の方に向けた動画がですね、少しずつ増えてるかなと思うんですね。前々からですね、コメント欄でリクエストが多かったですし、最近このような動画を上げるとですね、結構皆さんに喜んでいただけるんですね。というのも、やっぱりですね、YouTube の世界も10代、20代、30代前半ぐらいまでのですね、ファッション 情報が多くて40代以降の情報はですねかなり少ないんですねおしゃれは楽しみたいんだけどもトレンド感満載じゃなくてある程度ベーシックに大人っぽく着こなしたいっていう方ですねそういった時にどういったものを選べばいいのかっていうのはなかなかですね情報がないのでそのあたりしっかりと皆さんに情報提供をしつつ50代の大人世代の皆さんにもですねぜひ池落ちを目指していただきたいなと思ってるんですねで今回のテーマなんですけども初夏の服ということなんですが意外とですね初夏に着るべき服 ってそんなにバリエーションないなっていうのですね動画を撮りながら僕自身が実感しているんですね初夏といえばですね春と夏の中間的な位置づけなので気温としてもですね結構どっちつかずのことも多かったですのでまあ、ここ専用の服があった方がいいのは間違いないんですがただバリエーションとしてはそんなに多くはありませんそして初夏のアイテムに関しては夏に使っていただいても全く問題がないんですね特に50代の大人世代であれば真夏であっても半袖の T シャツ つ短パンみたいなドカジュアルな着こなしだとちょっとこう合わなかったりするので今回ご紹介する初夏アイテムなんかをうまく使っていただくと人との違いも出せますしおしゃれ感も出せるかなと思うのでそういった意味では初夏から夏にかけて長く使えるアイテムが多いかなと思うので良かったら参考にしていただければなと思っていますまあ、ちなみに今回50代というですね一つのテーマ掲げてありますが実は40代の方にも似合いますそれ以外にも30代の方の中でも割とこうベーシック志向の方だとか割とこう真面目な雰囲気 新規の方であれば今日ご紹介するアイテムがバチッとハマったりするのでぜひ、まあ、そういった方もですね今回の動画一つの参考にしながら初夏の買い物をですね楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に50代の大人世代に似合うですね、初夏のお洋服を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、今回のアイテムの中でも結構重要度が高いトップスのアイテムからご紹介したいなと思います。半袖シャツですね。これは一枚あると便利だなと思うんですね。今回ご紹介したいのは、ビューティドユースの小松パックキャンプカラーショートスリーブシャツですね。これがですね、かなり使い勝手がいいんですね。僕もですね、実はこのシャツ シャツに関しましては2年前にですね買ったことがあ、るんですね、まあ、毎年出てるようなビューティアンドユースをですね、代表するような反省シャツになってくるかなと思うんですね。まあ、デザインとしてはすごくベーシックなレギュラーカラーっぽく見えるんですが、キャンプカラーといって、第一ボタンをですね、オープンカラーシャツとレギュラーカラーシャツのちょっと中間的な立ち位置のちょっと変則的な襟型になってるんですね。これ結構個人的にはバランスいいなと思ってまして、オープンカラーシャツよりはガバッと開かないですし、レギュラーカラーシャツよりは 少しリラックス感があるので結構大人世代にも似合いやすいんですね。この襟型とてもいいと思います。で、サイズ感に関してはちょっとだけゆとりがあるんですね。ただ、オーバーサイズに振りすぎてないので50代の大人世代でちょっと体型的にぽっちゃりとしている方にもかえってハマりがいいかなと思うんですね。で、ちょっとマニアックなんですがボタンの大きさを見ていただきたいんですが通常のシャツに比べると僕今シャツ着てますがちょっと大きめなんですね。つまりはシャツなんだけどもちょっとアウター見えするようなそんなですね ね、アプローチになっているので個人的には初夏のシャツとしてはすごくですね大人っぽくてアウター感覚でも着れるので使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますでデザインはベーシックであるんですが素材使いもすごくいいんですねまあ、世界的に有名なファブリックブランドである小松マテーレの素材を使っていましてこの質感がすごくいいんですね色の深みもすごく綺麗に出ていますし表面のですねちょっとした凹凸感だとかこのあたりも含めてすごく完成度が高いのがこちらの素材を使ったビューティーユースの半 シャツなななのので大人世代にもすすごく使いいいいい勝手がいいんじゃないのかなと思っています結構ですね、オープンカラーシャツ持ってる方は多いかなと思います。まあ、特にユニクロだとか無重視用品とかでも、オープンカラーシャツってベーシックなものやってますので、そことの違いを出しながら、また素材の質感も変えながら、大人っぽく見せるのであれば、このビューティーユースの小松マテールの素材を使った半袖シャツは非常にバランスが良くて、ハマりがいいんじゃないのかなと思います。で、色が3色展開になってるんですね。ネイビーとライトグレーとダークグレーの3色なんです 個人的的ににはダダーーーーーーククググレレがが好きなななんんんでででですすねね都会的でシャープおおかつダークグレーなんだけどややオリーブ感があっておしゃれに見えるんです、ね、この色が個人的には好きなんですが、ただ50代の世代の方であれば、ネイビーですね。これが鉄板だなと思います。清潔感があって、なおかつシャープに見えて、着回しがしやすいというところでは、一番手はネイビーになってくるかなと思います。ですので、まあ、ネイビー系のシャツは持っていて、ちょっと違いを出したいのであれば、このですね、ダークグレー、 がいいいかなというとうころで差別化をしていいいいただくとといいのかなと思いますこれだったら初夏に着てもいいですし、夏場でもですね、やっぱり半袖のシャツは1枚あった方が小綺麗に見えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみていただければなと思います。 はい、続いて2点目のですね、50代の男性に似合う初夏服なんですが、こちらですね、ニットポロ。これも欠かせないアイテムかなと思います。最近ですね、初夏の服を皆さんにご紹介してますが、やっぱり大枠は変わらないんですね。このニットポロっていうものは、まあ、絶対あった方がいいアイテムの一つかなと思います。で、今回ご紹介したいのが、プラステのウォッシャブルニットポロシャツですね。これがやっぱりですね、大人世代、特に50代以降の男性には、プレーンで使いやすいので、おすすめしたいアイテム かなと思いますで3色展開なんですがもうこれはですねブラック一択ですねまあポルシャツってやっぱりこう40代ぐらいから50代の男性にかけては定番的なんだけども失敗するとめちゃくちゃおじさんっぽく見えるような NG アイテムでもあると思うんですね特にちょっとこう色がビビッドだったりだとか白だとかグレーとかを選んでしまうと失敗するとおじさんっぽく見えてしまうのでもう本当にこうブラックだとかネイビーだとかダークグレーのようなシャープな色ですねここで引き締めた 方がが圧倒的にでですすねねバランスがいいんです、ね、その中でこちらのプラステのですね、ニットポロは潔のい,いブラックがありまして、サイズ感もですね、いわゆるこう袖が長くてですね、トレンド感満載のニットポロという感じではなくて、しっかりとジャストサイズの雰囲気になっていますので、大人世代に似合いやすいんですね。これがど真ん中なんですけども、意外と探していても、このような大人世代にバチッと似合うニットポロって少ないんですよね。ですがやっぱりプラステというのは、ある程度大人世代 世代がベーシックに使えるような範疇のところをしっかりと抑えてあるのでこの辺りもですね、用意してあって、個人的にはかなりありがたいなぁと思っています。僕もですね、これは手元にあるので、着た状態も見ていただきたいなと思うんですが、まあ、サイズ感もジャストサイズですごくバランスがいいです。ちょっとこうビジネスカジュアルなども使えるようなサイズ感で設計されているので、このようなジャストサイズ気味になっているんですが、まあ、1枚で着ていただいても大人世代には非常にバランスがいいかなと思います。身幅もそこまで大きくないですし、着丈のバランスも もいいので重ね着もできてなおかつ1枚で主役になるというところなので持っておくとすごく便利かなと思いますまあ、ボトムスに関してはホワイト系のパンツだとかあとはグレー系のパンツなんかでちょっとこうモノトーンでまとめてあげるのもいいかなと思うので1枚あればシャープに見えて体つきも引き締まって見えるブラックポロはもう間違いないアイテムかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思いますそしてもう1個ですねポロシャツご紹介したいなと思ってるんですがこれまた僕はですね最近購入したので皆さんに着た状態 もお見せしたいなと思いますエディフィスのクールマックスハニカムボーダーポロシャツですねこれはですね毎シーズン展開しているですねエディフィスの定番的なアイテムになっているんですねまず襟型を見ていただきたいんですがニットポロは結構レギュラーカラーのような普通の襟型だったりするんですがこちらのエディフィスのポロシャツに関してはワイドカラーになっているんですね第一ボタンを開けた時の襟の広がりが結構広くてですね割とこうイタリアっぽいシャツのですねテイストをうまく表現してあるようなそういったポロ ササイイズズ感はジャストサイズで、すすごくですねこれも大人世代に似合いいいやすすようななサイズ感になっていますでこちら、ニットポロではなくて、まあ、通常のポロシャツなんですが、まあ、クールマックスということで、体感的にはちょっと涼しく感じられるのと、ハニカムボーダーということで、よーく見るとですね、つるんとした見た目ではなくて、ちょっと凹凸感があるような雰囲気なので、退屈に見えないんですね。いわゆる、こう、おじさん見えするようなポロシャツではなくて、シャープで都会的なポロシャツに仕上がっているので、これは、大人世代にはバッチ。 チっとハマりますね僕も結構スタイリングの際にこのエリィィスのビズポロはですね皆さんにご紹介してきたのですごく自信を持ってご紹介できるアイテムかなと思いますただカラー展開難しくていくつかあるんですけども僕が買ったのはネイビー A ですね結構色もですねブラックに比べると明るさはあってでもですねブルー系なのでシャープですごくバランスがいいですしあとはブラック A もですね真っ黒ではなくて少しですね凹凸感じ合うのでこれまたシャープでかっこいいんですねまあ、ネイビー単色とかブラック単 単色もうちょっとさらりとしたものが欲しければネイビーブラックの単色っていうところもすごく襟型の雰囲気も含めてかっこいいのでこのあたりもおすすめかなと思いますグレー系のスラックスなんかで合わせていただくとすごく収まりがいいのでぜひ皆さんこちらのポロシャツもですね合わせてチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これまたですね、定番的な立ち位置の半袖ニットですね。これ皆さんにご紹介したいなと思います。今回ピックアップしたのは、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングのミジンツイルクルーネック半袖ニット T シャツですね。ま、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まずは半袖ニットということで、ま、T シャツの形ではあるんですが、素材がニットということで、真夏に着るとさすがに暑いんですが、初夏にはもうベストでハマるか なと思います、まあ、初夏で25度を超えて30度ぐらいまでであれば反射ユニット全然使い勝手がいいかなと思いますし梅雨時期にちょっと気温が落ち着いた時なんかにも使い勝手はすごくいいんじゃないのかなと思いますまあ、程よくですねゆとりがあるんですけどもおっきすぎないというところがグリーンレベルの得意技なんですねこれオーバーサイズにしすぎてしまうとさすがに50代向けにはですね合わなくなってしまうんですがそのあたりはちゃんとですね大人世代にも似合いやすいようなサイズ設計になってますねかえってタイトすぎるとですね お腹の丸みだとか、体のラインが出てしまうので、50代以降の男性であっても、適度なゆとり感というのは、僕は持たせていいと思うんですね。そういった意味でも、サイズ感はすごく適してるかなと思います。で、素材感なんですが、コットとレイヨンを使ってるんですね。まあ、レイヨンを使うことで、ちょっと表面に微光沢が出たりだとか、手触りの良さというところが発揮されるので、このあたりもバランスのいい素材感になってくるかなと思います。あとは、ちょっと表面に折り殻が入ってまして、まあ、斜めのラインですね。そういったところも感じるので、表面の風合いがペタ タッとしした感感じででではなななななくくくてて立体感があるるるような雰囲気なのでこのこりもすごくですすごねおしゃれ見えするポイントになってくるかなと思いますまた、カラー展開ですね。これが素晴らしくて、3色展開あるんですけども、さすがにグリーンレベルのこの辺りはうまいなと思ってまして、まず第1候補で選びたいのが、ライトブルーですね。50代の大人世代であれば、ちょっと綺麗な色をミックスするのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。ただ、半袖のニットで綺麗な色って探すとなかなか見つからないんですね。その中でもこちらのライトブルーは、 かな要素もあってなおかつネイビーーのの延長ででで使えるのでそこまでハードルが高くないののでこれは使いいいいやすすかなと思いますいつも通りのブラックのパンツだとかグレー系のパンツとバチッとハマりますのでこのカラーが第一候補ですね。で、ちょっとライトブルーじゃ明るいかなという場合はロイヤルですね。ロイヤルは、まあ、ネイビーよりも少しだけ明るさがあるような感じですね。ネイビーと先ほどのライトブルーのですね中間的な位置づけなので重たすぎないネイビーというような位置づけかなと思います。これまたすごく使いやすくて 白パンとかでもハマりがいいですし、グレーとかブラックのパンツでもいいので、オーソドックスに使いやすいかなと思います。また、ライトグレーもですね、これまた使いやすくてですね、僕は半袖ニットをご紹介するときには、結構ライトグレーをお勧めすることが多いんですね。ホワイトよりも少しグレーが混ざっているので、気の利いた感じもしますし、パッと明るい雰囲気になって、白 T とはまた違った雰囲気なので、これもいいんじゃないのかなと思います。なので、皆さんのワードローブだとか、目的に応じて、どの色を選ぶかというところは検討していただくといいかなと思います。 個人的にはなかなか見当たらないライトブルーですね。これが一押しでベーシック趣向のロイヤルとちょっと明るさを出したいですね。ライトグレーという形で差別化するといいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今度はですね、もう本当に夏にも使えるような土定番の T シャツを皆さんにご紹介したいなと思います。今回ピックアップしたのはですね、ビューティーユースの中での大人向けのレーベルであるワードロブスマートのですね、のりたけリラックステーパード T シャツですね。これかですね、大人世代にもバチッとハマりやすいかなと思ったので、今回ピックアップしてみたいなと思っています。まあ、先日動画の中でも結構こう、ワードロブスマートっていうのは50代の大人世代に似合いますよというお話をしたかなと思います。 まあ、ビューティーユースというですね、結構トレンド感をしっかりとカバーしているブランドの中では、このワードロブスマートというのは、定番的でベーシックなものをですね、主軸に作っているので、大人世代にはバチッとハマるんですね。そんな同ブランドが作る T シャツというのは、やっぱりですね、サイズ感的には、ちょっとゆとりはあるんだけども、大人っぽいような見え方するような、そんなベーシックさがあるので、これは使い勝手いいんじゃないのかなと思っています。ただ、T シャツに関しては、ジャストサイズだとか、タイトにしすぎてしまうと、 のラインが出過ぎてしまうんですねこれ先ほどご紹介したニットティーも同じなんですね。なので、適度なゆとり感はあった方がいいというのが個人的なイメージなんですけども、その中でもこちらの T シャツというのは、適度に肩周りもゆったりとしていて、袖丈もあるんですね。で、身幅もあるんですが、これ面白いのが、テーパード T シャツというネーミングなんですけども、ボディのですね、一番太いところから裾にかけて徐々に細くなっていくような仕様なんですね。これはですね、よくボトムスの際に出てくる用語です。 テーパードが効いてるというのは、ボトムスの膝から下にかけて徐々に細くなっていくというシルエットがあるんですが、それを T シャツに転換するというですね、技法を結構ビューティーユースはよくやるんですね。で、こちらの T シャツもちょっとゆとりもあるんだけども、だらしなく見えないような、適度にこう絞りが効いてるようなフィット感なので、大人の上品なリラックス感が作れるので、これすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。これだったら T シャツ1枚でも、体のラインを拾いすぎないので、バランスいいなと思います。で 大切なななのはは色選びんんんででででですすすすすねねね展開つあるんですけども無地 T シャツととったらホワイトがが、ね、代表的かなと思うんですが僕は白 T って相当難しいかなと思ってるんですね。めちゃくちゃシンプルなので、その本人のですね、変えられない要素、顔立ちだとか、スタイルの良さだとか、このあたりのベースが整ってないと、なかなか白 T を着こなすのは難しいと思うんですね。僕も白 T1 枚で出歩くことってまずないんですよ。シンプルすぎちゃって、なかなかですね、 ですね、おしゃれに見せるのが難しかったりとか肌着ですかとか部屋着ですかって感じに見えがちだったりするので白は避けておいた方が僕はいいかなと思ってまして特にですね、こういったシルエットに少しだけゆとりを持たせてるものだったら色はシャキッとシャープにした方が圧倒的にかっこいいかなと思いますその点で例えばその他1になるですね、まあ、ダークグレーですねこのような色合いでギュッと引き締めるのはめちゃくちゃかっこいいかなと思いますもしくはブラックネイビーとかでも全く問題はないと思います T シャツで濃い色 っっていいいいうのののは意外ととととでででですすすすねねね大人世代に似合いやややんです、ね、ちょっとブラッククだだやや重たい可能性があるのでネイビーーーかその他1です、ね、ダークグレーこの辺りで少しだけ真っ黒すぎないぐらいにですね、まとめてあげるのが意外とバランスがいいかなと思うんですね。で、こちらの写真を見ていただきたいんですが、まあ、ブラックの T シャツに対して、ちょっとこうグレー系のパンツを合わせてますよね。このような配色がめちゃくちゃかっこいいんですね。なので、50代以降の大人の男性が T シャツを着る際には、少しだけゆとりを持たせて、色でギュッ と引き締めるここさえ間違わなければ、かなりかっこいいスタイリングが作れるかなと思うので、まあ、ぜひこちらをチェックしていただきたいなと思います。まあ、素材にもこだわっていまして、まあ、愛知県のですね、パブリックメーカーである、のりたけですね。こちらのですね、素材を使っていて、表面に微光沢があって、すごく上品なんですね。T シャツ1枚を主役にするのであれば、その質感はすごく重要だと思うんですね。まあ、ユニクロだとか無印でも無地 T は買えますが、ちょっとグレードを上げて、1枚でも自信を持っていけるような、 こういった T シャツを1枚持くくととすすごく便利かなと思いますブラックネイビーダークグレーでもこの微光沢の雰囲気ですごく上品に見えたりするのでこれは50代以上の大人世代にもバチッとはまりやすいかなと思うのでぜひチェックしていただきたいなと思っています はい、続いてラスト5点目はボトムスいってみたいなと思います。これまでですね、4つトップスを皆さんにご紹介してきました。まあ、それらのトップスをですね、まとめ上げる鉄板の1本ですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回ピックアップしたのは、まあ、グリーンレベルで展開してます、グラミチのですね、別中版となるドレミチスラックスというものですね。このドレミチっていうのは僕聞いたことがないネーミングなんですが、多分オリジナルで今回作ったのかなと思います。で、これ、グラミチのボトムスな なんですがドレス感のあるようなグラミチの仕様にですねアップデートされたようなものになってるんですねこちらの商品ページでもですねネイビーのジャケットに対してこちらのグレーのですねドレミチを合わせているわけでまあ、本当にこうドレッシーな雰囲気には合うようなバランスで作られているんですねまずはシルエットなんですけどもグラミチの定番であってもそんなに太さはないんですけどもしっかりとですね大人に似合うようなしかもビジカジでも使えるようなテーパード型の美しいシルエットを採用してるんですねこのあたりはやっぱり 50代世代にもハマりやすいような雰囲気になってくるかなと思います。まあ、30代だとか40代前半であれば少しゆとりのあったようなボトムスの方が旬な雰囲気が漂うので似合いやすいかなと思うんですが、まあ、50代超えてきたらやっぱりこうスタイルをよく見せるようなアイテムの方が使いやすいかなと思うんですね。なのでこういったテーパードパンツというのが鉄板で合わせやすいかなと思うんですが、ドレスライクなですね、グラミチのアプローチになっているのでこのあたりはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、センタープレスも入っているのでより綺麗めに見えますし、 グラミチらしいですね、このベルトの部分もですね、ちょっとこう短くしてあってですね、垂れ下がらないようになってるんですね。まあ僕もグラミチのパンツはいろいろと持っているのでよくわかるんですが、このウェビングベルトですね、これギュッと縛るとですね、ちょっと長くてですね、垂れ下がるようになってるんですね。そうするとその先端にですね、グラミチのロゴ、ランニングマンっていうんですかね、それが見えるので、ちょっとしたアクセントになるんですけども、ちょっとそれが、かえって邪魔に感じることもあるかなと思うんですが、あえてちょっと短めにすることで、収まりの良さというところも意識してあるんですね。で サイドの部分もですねあえてこうステッチが出ないような見た目になっていてそのあたりの仕様もややドレスライクな雰囲気になってますし後ろポケットの仕様もやっぱりですねカジュアルな仕様から少し綺麗めな雰囲気になってるので50代の大人世代が履けるですねグラミチの決定版になってくるかなと思っていますだけどもただ綺麗なだけのパンツだとちょっと休日にリラックス感が出ないので、まあ、そのあたりは腰にベルトが付いていたりだとかグラミチの履き心地の良さというところもちゃんと押さえてあるので50 10代ののの男性ががに見せられるるんんだけどもリララックススス感のあるボトムととしてはすごくバランスがいいいいじゃないのかなか思いますで、色に関してはミディアムグレーとネイビーがあるんですが、まあ、個人的にはミディアムグレーですね。これが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていまして、一番最初にご紹介した半袖のシャツですね。ネイビーを選んでボトムスをグレーにする。これバッチリ合うと思います。あとは2着目のブラックのニットポロにこのグレーのパンツ。これもモノトーンでハマりが最高にいいと思います。あとは3着目のライトブルーの 半袖ニットにグレーのパンツこれまた合うんですねなのでこのグレーのパンツさえあれば結構夏場はですねいろんな着こなしに回すことができるんですねそういった点ではすごく使い勝手がいいかなと思います一方でネイビーに関してはブラックと同様に使っていただくという感じがいいかなと思ってますブラックの T シャツに対してネイビーのスラックスだとかこのあたりも相性がいいかなと思いますしブラックのパンツだとちょっと重たすぎるかなという時にネイビー使うのもすごく便利だったりするので、まあ、どちらの色もいいかなと思うんですが 個人的には結構ミディアムグレー推しなのでぜひ、まあ、皆さんもチェックしていただきたいなと思いますもちろんですねオフで使うこともできるんですがオンですねビジネスカジュアルの際にも使うことができて先ほどご紹介したエディフィスのポロシャツですねこれと合わせてもらうのもですねめちゃくちゃバランスがいいと思うんですねネイビー系のポロシャツとグレーのパンツというのはもうビジカジの王道的な組み合わせなので、まあ、こういった使い方もできると思うので今回ご紹介した5点でそれぞれですねミックス ししながら楽しめわれな,ながらいいセレクトができたかなと思うのでぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では50代の大人世代に合う初夏の服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもベーシックで定番的な要素を抑えつつもほんのりトレンド感も漂うので昔ながらの定番とはまた違った雰囲気だったかなと思います。まあ、定番というものもですね、時代ごとにやっぱりちょっと緩やかに変化するんですね。なので今の時代に合った定番というところをしっかりと揃えていただくことで人との違いも出せますし気分の上がるお洋服というと ところが揃えられるかなと思うので良かったら今回の動画参考にしていただきたいなと思っていますもちろん50代の男性以外にもですね30代から40代の男性にも結構定番志向の方には今回のアイテムはすごく使いやすいかなと思うのでぜひ、まあ、参考にしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツ向けの専門ブランドに関しましては 僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね。週末にライブ配信を行っています。皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、動画ではなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、まあ、僕自身が実際、 に買ったものなんかをですね毎日配信をしています僕も記事書いてますし僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコンテンツになっていますのでよかったらこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに